はい、宇治でございます。ローランドシステム1どうですか。今ですね、このシステム1 2台使ってやりましたけども、これね、システム1ほんとよくできてるわ。びっくりしました、私はっきり言って。まずですね、この、緑のこの感じがまず先進的で素晴らしいですね。素晴らしいです。ちなみに、この12345番号がついてますね。ここでね、プリセットがいくつかのプリセットがあります。でマニュアルにするとこちらの音が出ると、パネル上の音が出ますからね。でね、実際にこの中身を見てみるとどういうことかというと、オシレーターが1,2ってありますね。で、それらのオシレーターを混ぜるミキサーがあって、でさらにサブオシレーターといって、こうね、1オクターブ下のやつが出ますね。2オクターブ下も出ますけどね。でノイズがあって、この4つの音源ソースをこうミキシングできる。で、ピッチエンベロープがありーの、フィルターがありーの、カットオフレゾナンス、ね、エンベロープの、プラスマイナス方向ありますね。で、キーボードフォローと ADSR。で、ローパスフィルターのタイプは 12dB からマイナス、ね、24dB。で、ハイパスフィルターもありますね。で、アンプの方行ってみると、これね、ADSR。ね、アタックディケイさせてリリースがあって、これトーンっていうのはね、左に行くと低音、右に行くと高音域がね、こう強調されるみたいな。でクラッシャーってのはちょっと歪んできますね、これがね、独特の、クラッシュする感じが出ますけど。でエフェクトでリバーブとディレイ、そしてディレイのタイムと。でもう一回最初に戻ると、ここに LFO 揺れのところがありますね。でさらにボリュームとかポルタメント、テンポ、まあアルペジエーターのね、テンポとかとか、いろいろありますね。モノとポリと切り替え。ちなみにこれ、あのモノフォニックプラス、4音ポリフォニックとしても動きますね。ここが素晴らしいところだね。例えばこう、まあ4音ポリですね。電気がつくとモノ、点滅するとユニゾンモード、さらに分厚くなる。でね、ここが面白くてですね、普通ピッチベンドとかモジュレーションホイールがあるところなんだけど、ダイヤルでピッチベンド、でモジュレーションでこのモジュレーションをかけたところで、でビルアートとかかけられる。で、オクターブのダウンアップで、キーボードフォロー、ホールドですね、これね、音が伸びっぱなしになる。でね、スキャッターというのがついていて、まあこれでアルペジエーターとともにですね、こう働くんだよね。面白いですね。結構変わったかかり方がするんで、これはもう非常に武器となると思いますね。で、面白いのがね、このトーン、さっきもやりましたけど、ね、低音が強調されて、で、右に回すと、ね、割と中高域が上がって派手な音になりますね。ベースの時なんかトーンをね、左に任せていいんじゃないかな。で、リードになって派手な時にこの右に回して、やるとかね。でクラッシャーがこんな感じになります。もう最高に気持ちいいですね。でリバーブの質感がいいんだ、これ。リバーブいいね。ディレイ、ディレイタイム、ちょっ
っとなんかアナログのテープエコーみたいな質感でさ、これねとても良いですね、好きですね。でね、ちょっとオシレーター見てみましょうか。じゃあオシレーターをじゃあ1だけにして見ますね。でオシレーター1だけにするんで、ここがオシレーター1になります。で普通にノコギリ波、あ、いい感じのノコギリ波ですね。クケイ波で、三角は。でね、それぞれにカラーっていうのがあるんだけど、ただノコギリ波にしてカラーにしてみると。ね、いろいろ変わるよね。面白いですね。クケイ波の場合は、パルス幅が変わりますね。三角波でもこう。微妙にこの倍音が変わってくるね。面白いのがね、ここなんですよ。これスーパーソーですね、これね。これどんどん多層になってくる。何個も重なったような感じ。でね、スーパーソーって昔からあったんだけど、今回ですね、ここにもスーパースクエアもあるね。強力だわ。しかさらにスーパー三角はスーパートライアングル、これ強力でしょ。でフィートね、もうワンオシレーターだけでこの厚さだもん。それにさらにもう一個オシレーターをつないで、じゃあこっちはスクエアにしようかな。強力で、さらにサボシレーター、でフィルターの効きが素晴らしい、ね、レゾナンス最大で。微妙に歪む感じがいいね。これは素晴らしい。というふうにね、このように LFO もすごいよ。もう強力ですね。しかも4音ポリフォニックというふうになってますけど。で、ね、用意されてる8つのプリセット。ここから、音色を変えるもよし、マニュアルでこう。自分の音をね作り込んでおくもよしという感じで、よくできてますね。ちなみにこれね、これだけじゃないんです。今実はパソコンとつないでますけどね、私の Mac と USB 系でつながってますけど、なんと、普通にですねこの状態でガンとつながってる状態、これはもう普通に、USB のオーディオインターフェースになりますからね。ここが素晴らしいところですよ。でね、見てもらうと分かるんだけど、これね、もうデフォルトで 96kHz の、フォーマット 24bit 24-96-96 モードでもつながってます。これすごいですね。今ね、キューベース上でこう立ち上がってますけど、これ何かと、これなんか気になるでしょ、これ。こいつも SH101、あ、カメラさん、ここにもありますね、同じものがね。ね、気になっちゃいますね、この SH101。これ本物の実機でございますが。これね、好きなのよ、私、これね。これがまたパソコン上にも再現されてますけど、
実はですね、システム1を買うとこの SH101 がついてくると。これね、どういうことかというと、さらに SH101 の音がこうやってこう、もうまさにの音しますね。同じですね。これ全く再現されてる、完全なる SH101、 ローランド印の SH101 が、まあ、ソフトシンセでこれ立ち上がってる状態なんだけど、ここ見て、プラグアウト。このプラグアウトとは何か、普通ね、これこういうのってプラグインシンセサイザーっていうじゃん、 VST プラグインとかね、すなわちパソコン上で再現されてる SH101 なんだけども、これをねプラグアウト、すなわち出す、パソコンから出す、どこに出すかというと USB 経由でこいつに入れる。これねすごいんです。今ここ見てください、カメラさん、もうモデルって出てるでしょ、モデル。今システム1でか出てます今ね。でプラグアウト、こいつをポンってやってやると、こいつから送ったこのボタンを押すとですね、一瞬にしてこちらに送り込まれます。この SH101 のそのもののシンセサイザーの状況が、これがドーンと来て、すなわちこの状態で、今これ今プラグアウトされて SH101 のもう音がもう単体で出てる。全く同じだわね、全く同じ状態。同じだわ、これですよ。すごいことになっちゃってる。すなわち普通はつないでパソコン上で、まあ今キューベースだけど、キューベース上で SH101 の音を弾ける、これ当たり前の話なね、普通にソフト申請でただ再現されてるのを普通にパソコン上で流すっていうことでしょ、じゃなくてプラグアウトしてこいつに入れられる。で入れたものはもうパソコンを外しても USB を外してももうこの中にいると、 SH101 がプラグアウトのボタンを押すことで、ここがすごいところです、なんたって。でね、気づいた人は気づいたと思うんだけど、 SH101 っていうのは1VCO の非常にシンプルな携帯を持って、ここでミキサーのところでノコギリ波と矩形波をねミックスするような形を取るんだけど、 1VCO でしょ。さっき説明したように SH じゃなくてこのシステム1は 2VCO でしたね。オシレーター2つあるんだけど、見てもらうとオシレーター2が電気ついてませんね、緑色のねしかもオシレーター1ここで、ね、波形のセレクトも電気ついてませんね。どういうことかというと、ミキサーのところのこれオシレーター1、本来はオシレーター1と2のバランスなんだけど、ここがノコギリ波と矩形波のミックスバランスになります。全くこちらと一緒の状態、矩形波でしょ、これノコギリ波でしょ、でサブオシレーターで、それをミックスできる。でここは効かない、当然青くなってないっていうことはそこが働かない、ピッチエンベロップも働かない。当然ハイパスフィルターなんかついてませんからね、 SH101 当然ハイパスフィルターも つかない、ね、で唯一このエフェクトだけはこう後から聞けますから、ということができてしまう、このプラグアウト、これは、掘り込みましたね。今後もいろんなプラグアウトが、プラグアウトのシンセサイザーが、ね、出てくるんじゃないかなと予感しますね。現在は SH101 システム1を買うと無料でついてダウンロードができる状態になってます。 SH101 はね、今後のシンセどうなのか、プラグアウトしてくれるのかな、とても楽しみでございますが、システム1、まあ2台使ってますけど、でね、何気に
こっち触ってなかったんだけど、触ってないとこういう状態になります。しばらく触ってないとこのように綺麗にイルミネートする状態になってますね。美しいでしょ、これ。これはね、素晴らしいですね。で、ちょっと触ると元にね、こう止まって、ちゃんと元に戻ってくれると。いかがでしたでしょうか、システム1。ここまでできてるとはね、思わなかった。ほんとよくできてる。これはね、ぜひ、皆さんもね、ぜひ店頭で触ってみるとね、惚れ惚れするぐらい本当いい新製だと思いますね。なんかシステム1ってくらいだから、1、2、3とか出てくるのかな。いろんなものをちょっとね期待しちゃう私でございました。システム1でした。